前回のあらすじ、ハンターに見つかったギガとポニー、果たして逃げ切れるのか。え、嘘でしょ。誰か助けて。ごめんねポニー、先行くね。え、ギガ、裏切った？ちょっと、許さないわ。え、どしたん？ポニー確保。それはショックです。ふ、まだまだだな。新しいミッションを出してやるぜ。え、またミッション。賞金アップだって。おお、どれくらい増えるのかな。エリアに5つのボックスを設置。5つのうち2つが賞金アップ。3つがハンター。開けたら即確保。ハンターが新たに追加される。賞金アップは一つのレバーを引くことに残り時間50分からの賞金が1秒100円ずつ跳ね上がる。つまり、最後まで逃げ切れば最大賞金186万円となる。そういえば、賞金アップのミッション行く？ハンターか。ちょっと怖いな。でも行った方がみんなのためになるから。よし、じゃあ行こう。ええ、そうだね。結構体温まったな。そうだな。ところで、ミッションのやつどうする？ハンターが怖いからあまり行きたくないよ。そんなんだったら、ハンターが出たら瞬間移動で逃げればいいやん。その手があったか。でも、ハンターの数も増えちゃうんだよ。そしたらみんなに迷惑が。でも悪いのは俺らじゃない。みんなのために、ミッションに立ち向かうんだから、誰も責めたりなんてしないよ。そうだね。じゃあ行こう。ああ。ということで、どれにする？え？黒が選んでよ。いや、ブラックどうぞ。じゃあ、左から2番目で。オーケー。危な、は、ハンターだ。うわ、マジか。ハンターに見つかった。ゴボと、緑ボートどんぐりペラ。果たして逃げ切れるのか。